日本中のバスリファンの皆さんどうもどうも、ああ自分の名前は高橋です。今回ね4月中旬に四国にね、バス釣りに行きます。でとんでもない化け物釣ろうと思うんですけどね、皆さんに怒り感じてるんです。皆さんに、釣り師の皆さんに怒りを感じている。なんていうか、我々のボヤたち、これスピードスライド、リオ、ヘドン、西ネルワワークス、これ全部 YouTube 収益、シャローアサシン、フラッシュブースト、これ今回超高でこれ使うのよ。フラッシュブーストで産卵プリで、産卵で終えて、産卵する個体もいるわな、4月中旬だと。産卵する個体と産卵終える個体と、その辺のアフタースボーン全部こういうのにする。うん、全部。ほんでこれ俺が言いたいのはね、なんでみんな YouTube やらないのっつって、釣り師の人たち楽よ YouTube は。だって感じるままに、あなたが感じるままに適当にカメラを手を持って、うわ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 って言ってるだけで、全部これ YouTube 収益だから。これ全部 YouTube 収益で買ったあるわ。全く働いてない俺は。全部 YouTube。 ぬるいのよ YouTube マジで。見てこれヘドン、これとんでもない。これオニルア竿あるよね。ワールドシャウラー一回も使ったことないです。これワーシャ7万円。あ、これワーシャ7万円。買ったけど使ってないです。はい、竿いっぱいあるんでね。ただ記念に取っとくっていうか、コレクターなんでね、竿は持ってきます。でここにあって、これ以外にも、竿がね 別個30本ぐらい持ってんだけど、みんなに言いたいんだよ俺。なんで YouTube やらんのって。は全部これ YouTube 収益で買った。ああこれ見える、この竿、ほらワールドシャウラー7万円。ほらまあそんな高い、クソ高い竿はね、まあ高くてですね、ワールドシャウラー一番高い7万ぐらいだよ。うん、ワールドシャウラーの何本買ったかな俺。全部で、あの菊池とかにもね、なんだワールドシャウラー5本ぐらいあげてるからね。ワールドシャウラーでしょ、軽かったで、それ全部菊池におごったったんだよ。あの出演料だよね。またあの菊池っていうのがね、また立ち悪いね。もう四国行くたびにね、もう50万60万も取られちゃうの俺。とんでもない、ちょっと割高じゃないあいつ。でも大体映画ザ・ブラックバスとか動画出したってさ、あんなもんさ1万回しか再生されなくてさ、1万回再生されたらどうだな、動画長いから3000円か4000円の収益なのよね。で1本動画作ってもうどんだけロイルかって、3000円とか4000円しか儲かんないのに、毎回出るたびにとんでもない銭ゲバー、あいつ本当にとんでもないハイエナっていうかね、もうほんと狡猾な、あのなんだな、あのもうとんでもないもの、金見たらもう俺から引っ張ってくる、あいつは金を。行くたびにリール買ってくれ、ルアー買ってくれとかね、どうしようもないんですよ。で例えば今回着くじゃないですか、ね、車飛ばしてわーっつって四国まだまだ行くでしょ。行った瞬間にバッとあいつ領収書を渡してくるんですよ。で何やお前この領収書っつったら、ふーみたいな、釣り道具って5万とかって書いてあるわけよ。でそれを俺に払えって言うわけよ、出演料だっつって。自分に対してあいつ勘違いしてものすごいプライド持っちゃってんの、あいつ。俺のおかげでこのチャンネルが成り立ってるみたいなね、まあ、そういうとこがあって、まあしょうがないからもう怒ってやってるわけなんだけど、みんなに俺が何を言いたいかっていうと、なんで YouTube やらんの、はちょろいぜ YouTube マジで。だって見てごらんよ YouTube のやってるメンツを。今トップ YouTuber 誰、チャンネル登録1000万人、誰だ、1000万人で初めした人とかね、そのヒカキンさんとかね、あの辺りの有名な人とか、釣り YouTuber とか、もう腐るほど YouTube がいて、あらゆるジャンルの YouTube がいるんだけど、どいつもこいつも見たってさ、大したやついないじゃん。勝てるって思わない、みんな見て、あ俺勝てるよってね。で俺は勝ててないわけ。なんでかっていうと、チャンネル登録これ9000人でどん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 もうファンも減ってって、言いたいこと言ってたらみんなに嫌われて、どんどん人気なくなってきて、大して稼げないんだけど、でもこれ全部これ YouTube 収益だから。これ見てごらん、ぼやたち、これも儲かるの YouTube ってね。だから簡単にはっきりみんなに指導しておくと、まあ100人に1人ぐらいだな。うん、あの100人に1人ぐらい、まあ、100人いたら99人負けちゃうよね。なんで負けるか分かる、ここハートが弱いから。うん、ハートさえ鍛えちゃえば鉄のハートを持つ。そうすれば余裕で稼げるよ。もう軽くマジで年収1億マジ楽だから。
でね、今回ちょっともう言いたい放題やっていこうかなと。今四国に行くってことを聞いてちょっと軽くテンション上がってるんですよね。ちょっと言いたいこと言ってきます今日はね。これ全部 YouTube 収益、ちょっと YouTube 収益で買ったもの見て、見せていくわ。いかに儲かるか、みんなちょっと、みんな儲かるんだよ YouTube って。これ全部、これ全部 YouTube 収益、はあ、これも、これも YouTube 収益で、これこれ買ったけど一回も使ってないんだよ。これ全部 YouTube 収益で、俺コレクターだから買って置いとくのが好きなのよ。でいつか使うぞみたいなね。でこれ、これもまたいいね、リールでね、これね、アブ、これアブかな、これビーストかな、ビーストダロケットか、うん、これも買ったけど2回ぐらいしか使ってない、うん、でまたいつか使うんだよね。でコレクションで置いとけばいいから、うん、でこんな感じで、これこれもね、あー、これアンダルディシ、これも YouTube 収益なんですよ。だから俺みんなに言うんだけど、あのね、本当に一工夫、一工夫プラス、あのどうやったらチャンネルが伸びるのか動画が伸びるのかって本気で取り組んでごらんよ。全部軽く変えちゃうから。俺みたいにね、その、なんていうのかな、IQ が中の下ぐらいの能力の人だってできちゃうわけよ。うん。というか、逆に俺みたいにちょっと IQ が平均よりちょっと、ちょっと低いぐらいのね、うん、100人いたら60番目ぐらいの能力、俺の場合は。でもそういうやつの方がね、成功するのよ。うん。頭がいいやつって、賢いで、保険かけちゃうから、何やってもうまくいかない。だからこの動画見てるね、ちょっと頭の悪いやつの方が逆に成功するから。うん。で、ちゃんとあの、YouTube で見ててわかるよね。人気になってるやつが大体、うん、バカだから。頭が悪いから逆に成功するってことだよね。うん。無駄にポジティブになっちゃって、俺だったらいけるんじゃないかって、本当に儲かっちゃうからね、これ。あとこれ。この車。これ YouTube 収益で買いました。これ。これね、プラドね。ちなみに僕、車用車として車10台持ってます。はい。すいません。今までね、隠してました。車10台持ってます。で、今、これちょっと社外婦に貸してて、で、今、俺が乗ってんだけど、車いっぱいあるんだよ。これね、ランドクルーザープラド、かっこよくない？うん。これ。めちゃめちゃこれ走ってるよ、見て。これ走行距離見てよ、これ。112,244キロ。これ見て。燃費。平均燃費。リッター 7.5、 これめちゃめちゃガソリン代食うんですよこれね。ただ結構僕プラドこれなんかね好きで気に入ってる、この車は、うん、簡単に言うと。で僕は何が言いたいかっていうと、この車僕はどうやって買ったかね、もうめちゃめちゃ結構遠出するからすぐ11万キロになっちゃったんだけど、買って何年ぐらいだ、4年ぐらいか、うん、これも全部 YouTube 収益で買いました。マジで儲かるから、みんな。だからこのチャンネル見てる人たちに、でも実行力のあるやつって結構少ないからな。で、うちのモンキッキー陽介、モンキッキー陽介さんって言って、フェルナンドモンキッキーバーガーアーチャリー陽介っていう方が YouTuber やってて、で、彼は今頑張ってて年収1億稼ぐってやってるわけよ。ただちょっと、うん、まだ頑張りが足りなくて、まだ足りてないんだけど、キシガイみたいに動画を作れば、簡単に車買えちゃう、これ。見てごらん、これ。うん。何台でも買えちゃう、車。僕思ってたんですよ。はっきり言うとね、あれを買おうと思ってたのよ。レクサス、LS の、2000万ぐらいするやつをもう、一番もうあれだ。あれを買おうとしてたんだけど、まぁ、ちょっとね、やめとこうかって買ってないんだけど、買えますから。本当に、買えますから、私ね。はい。で、それなんで買えるかってみんなわかる？ YouTube って儲かるの。適当に動画作って。ワイワイやってたら年収1億2億からくるいの。見てごらんよ、だってトップ YouTuber 見てごらんよ。カメラ持って友達とワーワー言いながらね、ウォーウォーウォーなんて言いながらご飯食ってファーって言ってるだけで年収1億だよ。はい。で、僕みたいに頭が悪くてもできちゃうのね。だからこの動画見てる、多分これ動画見てる中から一人ぐらい産むな。うん、年収億超え産んじゃうな。うん、これとんでもないことになってきたな。でね、うん、これ錦鯉、これパッと見てごらん、これいくらだと思う？これ全部合わせたらこれ300万円超えてますから。これは全部 YouTube 収益で買いました。全部 YouTube 収益で買ってます。どういう値段か言っとこうかな。みんなでもこれ見てみんな分かんないからな、うん、まあこういう話はいいか。このエアコン35万円の白熊くん、これも YouTube 収益で買いました。ただ買って1年で壊れて直してないですね。こ
これね、このね、冷蔵庫じゃないや、このエアコン設置した時にさ、変な素人が来てさ、素人2人組のなんかさ、35歳と25歳ぐらいの2人コンビで来てさ、これでさ、25歳が新入社員かなんかでさ、もう配線間違えまくってて、で俺のこの目の前でもう怒鳴りまくってたのよ、その35歳が。お前いい加減にしろこらーって。で俺こいつ人の目でどんだけ怒鳴るんだこいつだと思ってたんだけど、そのなんか25歳の新入社員みたいなやつが配線とかも大事な配線間違えまくってて、俺でもう怒鳴られてたのよ、俺の目の前で。あ、なんかミスしてるなみたいな、お前こここうなったらお前こうなるだろうみたいな、俺ちょっと配線のことよくわかんないけど、えらい怒鳴られてたんだよ。ほんで、なんであれ怒ってんのかな、まあ新入社員じゃ出来の悪いやつなんだろうななんて思ってて、ほんでそれから3ヶ月ぐらい普通に使えてたんだけど、3ヶ月経った瞬間にピクリとも動かなくなって、これ多分あの配線をね設置するときに、この白熊くんね、35万円これ YouTube 集計で買った、これね、あれ新人がね間違えて配線つけちゃってんだよ。でも俺もめんどくせえからもういいやっつってもう放置してて、3ヶ月これ使えなくて、あの1月2月3月この寒い時期に、寒い寒いっつって電気ストーブで過ごしてました。本当にとんでもないことですよ本当。ということで、皆さんに何が言いたかったかっていうと、YouTube はめちゃくちゃ儲かるぞと。ただこれ才能の世界なんだよね、 YouTube って。で才能なくても、なんだ、絶対やってやるって気持ちが強いやつだったらまだまだ食えるんでね、 YouTube ぬるいから。ああトップ YouTuber 見てみてよ、ろくなのいないでしょ。ろくなのっていうか、まあ、簡単に言うと、まあ、女子供にウケるっていう動画がいいんだけど、まあこれはねちょっと賢くてガッツがあればね軽く年収多くいけるんでね、うん、はい。あ、ちなみにこの錦鯉、この紅白、紅白でね、この昭和、これ15万円です、はい、はい。あとこの紅白ね、はい、これ10万円ね、はい。ということで皆さん、ゼニケバっぷりどうでしたか。またお会いしましょう。